Voilà, dites merci. Je vous en prie. とにかく面白いからと片山選手に促されて出かけたツーリングで、彼がなぜオフロードマシンを選んだかがお分かりいただけたと思います。小さなコーナーの続くつづら折れでは、舗装路でもロードスポーツの得意とする舞台ではないのです。そして到着したフランスアルプスの山麓、イタリアとの国境に面したケンデの町は、まさにオフロードマシンの天国。わざわざ都会から出かけてくるライダーが多いのもうなずける、恵まれた環境に囲まれていて、町ぐるみでヒルクライムを主催するなど、地元のライダーは誇りを持ってモーターサイクルを楽しんでいました。もともとモーターサイクルで遊ぶという言葉が一番似つかわしいのは、こうしたオフロードマシンでのライディングなのかもしれません。
ケンさんよくオンロードバイクテストするけど、オフバイクはあんまりテストしないでしょ。テストはしない。乗ることは乗る。まあたまにね。今回みたいなこういうやつも。たまにね。それよりもなんとかな、だからそれはもう純粋に遊びで乗るという方が強いから。なるほど、同じかもしれない。それ、ね、そうだね、だけどね、テストするって言うほどこういうバイクは、テストできるだけの技量ないもんな俺はないないない。いやそれよりもさ、そのヨーロッパでね、こういうのが流行ってるっていう、その意味がね、もちろんわかるね。オフもそうだけども、どっちかというともっとマルチパーパスっていうか、こう街乗りとかさ、そういうのにも、俺タウンユースとしてはすごいいいと思う、ただ難点はあのシートが高いっていうことね。で今までセルがついてなかったっていう。今もセルついてるしね、セルがついてやっぱりこう一気にね、一気になんか普及した感じするね。やっぱりあれでしょ、こうバイクらしいバイクの格好でということになると、やっぱりどっちかっていうとこういうものしか今残らないのかもしれない。個性強いもんね、バイクって。俺速く走ることだけが楽しみじゃなくて、どんな遅いスピードでも速いスピードでもバイクは楽しみがあるから面白いと思うわけね、30キロでカーブしてても200キロでカーブしてても、その中に秘められてる楽しみって俺は一緒だと思うわけ、だからそしたら200キロで走らなければ楽しくないっていうのは、なんか自分で乗る場合にはね、仕事以外だったら面白くないなって思うの、だからビモーターみたいにちょっと、上のところだけで、マシンコンセプトがあって、高速域で持ってなんか面白みがあるっていうバイク乗ると、この間みたいにイタリでやっぱし少し飛ばしてみようかなって思うわけよ、で飛ばしたところに面白さを感じるから、タイヤとのマッチングとかね、サスとのマッチングとかフレーム合成なんかも結構こういいところへね、詰めていってるから。でも本当に自分のものとして普段から乗るっていうと、なんか狭められすぎてて、俺は難しいなっていう気がするな、もっと低いレベルで遊べるようなオートバイ。今あれでしょ、もっとパワーをとかもっとスピードをっていうことにさ、普通の人もそろそろもういいやって気になってき始めてるね、ヨーロッパでもそうだしね、だからその今言ったみたいな、そのなんていうのかな、どんな速度だってそれなりにみんな面白さがあってっていうところで、もう一遍こう感性みんなね、こう戻したところで考えないと、こう全部全部なんかこう追っかけていくものがエネルギーだけばっかりっていうかね、それが問題なんだろうね。そういう風にしていくと、ますますそのバイクの楽しさみたいなのを狭めちゃうよね、あまりエントロピーを増大させてはいけないという。そう。いやだからこの人々にとってその200キロ300キロが憧れだっていう、これはもう一つの普遍的なものであると思うわけ、そういう憧れみたいなものは、だけどバイクが全てそれをこう象徴してるってもんじゃもうないわけだから、その辺ね、もっともっとこう、でもどういうふうにそういうのね教えたらいいのかっていうと、やっぱり初めにやっぱり物ありきでさ、僕もやっぱり今回クセル乗っかってクセルをすごく見直しちゃったっていうかね、おお面白いなっていうか、だってもうすでにして途中でさ、何こうバイクの乗るときにこっち貸してくんないみたいな顔を始めちゃうわけだからさ、それぐらい気に入っちゃうでしょ。だけどそれはこういうシチュエーションで来てここ乗ったからそう思うわけで、それ知らなければやっぱり乗らないよね。そうだね、行きましょう。はい。